はい、皆さんお疲れ様です。SJ です。本日もよろしくお願いします。まずはね、チャンネル登録の方、ぜひよろしくお願いします。それでは始めましょう。それではね、本日、レミのフェニックスバトル行われましたね。今回自分が注目しているのが、アマチュア7冠で、世界ユース王者にもなった、酒井優太選手ですね。もう、井上尚弥2世とも呼び声が高い。酒井優太選手のプロデビュー戦ですね。これが B 級デビューとなり、今回が6回戦の試合です。対戦相手が韓国のキム・ジヨン選手。3勝1敗1分けの選手なんで、もう4回戦か6回戦ぐらいのレベルの選手ですよね。まあこれ、もうアマ7冠って言ったらね、もうその時点で、もう日本ランキングトップ、いやもしくは世界ランカーぐらいの力があるんですよね、その時点で。なのでもうこれは勝ちはねもう決まっていたんですよ。そこでいざ戦って、まあどうなったかというと、もう1ラウンドから長い手から繰り出される、まあ左ストレートを積極的に出していきましたね。まあ相手が本当に格下なんでね、もうやりたいことができる。まあコンビネーションをフルに出してましたね。まあフック、アッパー、ストレートすべて出しておりました。まあタイミングもバッチリというか、もうやりたい放題でしたね。そして、まあ、1ラウンドダウン奪います。そして2ラウンド入って、まあ、2ラウンドでも同じようにアグレッシブに行って、まあ、横綱相撲を見せます。ただ、結構ストレート当ててるんですけど、なかなか相手が倒れない。あ、ちょっとパンチ力はないのかなとも思いましたね。まあ、そこで終盤、2ラウンド、後半に入り、まあ、まとめていったところでタオル投入で、レフリーストップですね。まあ、2ラウンド TKO 勝利です。酒井優太選手、プロデビュー戦は2ラウンド TKO 勝利で、プロ1勝となりました。おめでとうございます。まあちょっとね、今回は相手が格下なんでね、まだまだ実力は測れないんですが、まあ2戦目どうなるか注目ですよね。酒井優太選手、バンタム級なんですよね。だから身長が173センチ、リーチ174センチなんですよね。これ19歳ということもあり、まだまだ体が発達していく。まあこれからどんどんトレーニングしていって、まだ大きくなっていくんで、これ3年後ぐらいには、あと2階級ぐらいアップしてるんじゃないですかね。まだ19歳なんでね、まだどんどん体でかくなりますよね。で、最終的には多分、このまま、例えば10年後ぐらいには、スーパーフェザー級ぐらいにはなってるんじゃないですかね。今回どのぐらい減量しているかですよね。苦しい減量したのか。ほぼナチュラルで試合に出てきたのか。ここですよね。もう今回、まあ、この一勝して特例で、次8回戦でもいいんじゃないですかね、もう。本当は6回戦で2勝して A 級に上がるんですけど、まあ、この間那須川天心もそうでしたよね。B 級デビューだったんですけど、6回戦で、まあ、1勝した時点で特例で、その次が8回戦。なんかこれでも全然いい気がしますよね。もう、アマ7冠でね、ユース王者ですからね。はい、こっから楽しみですね。2戦目は誰とやるのでしょうか。もう次あたりね、もう日本ランクあたりとね、やってみてほしいですよね。はい、そういったところですね、酒井優太選手を。そしてね、まあ気になる、まあこれデビュー戦だったんですけどね、浜野タイソン、田中そら選手ですね。こちらもね、ちょっと気になってたんですよ。階級がウェルター級なんですよね。もうアジアではほとんど、まあ数少ないウェルター級ですよ。ウェルター級でアマ時代が5冠ですかね。まあこちらもアマチュアエリート。そして今回がプロデビュー戦。身長がね165センチでウェルター級なんですよ。これだからすごい、まあ太い骨太で、まあ力強い感じですよね。対戦相手がキム・ドンヨン選手。こちらも試合始まると同時に、もうアグレッシブにどんどん出していきますよね、パンチを。これ、ウェルター級で結構ごついんですけどね、一発に頼らず、結構もう4発5発ね、まとめて打つんですよね。あ、これはいいなと思いました。結構ね、重くなっていくと結構単発系が多いじゃないですか。まあ、だがね、この田中そら選手、まあ、これ、こちらもちょっと、相手が格下っていうのはあるんで、ここで測るのはちょっとまだわからないんですけど、パンチ力あるのにもかかわらずコンパクトにね、どんどん、4発5発打ち込んでいくというね、スタイルはとても良かったです。まあこのね、浜野タイソンこと、田中そら選手はね、
これからね注目ですね。そしてウェルター級といえばね、やはりアジアで無敵になっても、まあ、世界上位陣の欧米ランカーとやるとなると結構跳ね返されてるんですよね。まあとにかく、まあアジアではね、もうほんと紛争していけるだろうか、そして世界戦線へ乗り込めるだろうか、今後注目ですね。そしてメインイベントの松本圭介選手対藤田選手、これがフェザー、日本フェザー級タイトルマッチ10回戦ですね。この試合はね、松本圭介選手、やはりね、まあ格下の藤田選手をね、もう圧倒する姿をね、まあ期待していました。試合はね、意外と藤田選手がね、まあ粘って、まあ藤田選手がね、なかなか、まあ倒させてくれない。この試合は、まあ10ラウンド判定までもつれ込みましたね。だが試合結果は、100対90。フルマークで松本圭介選手が勝利しました。だからね、松本圭介選手は仕留められなかったっていうところから、まあ笑顔はなかったですね。まあ結構ね、客がもうね、シーンとしちゃってたんですよ。まあ結構松本選手、街の場面も多くて、やっぱり見てる側だとね、もっとアグレッシブにいてほしいなっていうのがありますよね。まあ解説の長谷川穂積さんは、これ、まあ仕留め方を一度覚えればどうにかいけるのではと言っておりましたね。だから松本選手はね、まだまだ世界は、まあまだまだ日本と東洋でね、これやっていく必要があるのではないかなと思いますね。もしくはね、フェザー級のね、まあ世界ランカーと一戦やってみるとかね、そういうのも必要ではないのかなと思いますよね。松本圭介選手のフェザー級の世界ランキングが現在 IBF で9位、WBC で13位ですね。なので今回勝利したことによりいくらかは上がるかもしれませんね。俺だから徐々にフェザー級のね、トップ戦線に、まあ、前進してますよね。まあ、次戦でね、圧倒的にね、仕留める姿をね、見せてほしいですよね。はい、こういったところですね。いや、本日行われたレミの講義ね、まあ、KO 多くて面白かったですよね。まあ、それは、まあ、KO が多いっていうのは、やっぱりね、力の差がある、マッチメイクだったんですよね、今日は。結構、韓国系がね、多くてね。まあ、力の差が結構あったんで、豪快な KO がいっぱい見れたということですね。まあこれ解説の長谷川穂積さんもね言ってたんですけど、まあ今日結構いっぱいアマエリートがまあデビュー戦で出ていて、まあみんな世界まで行けるかっていうところで、長谷川穂積さんはまあこっから世界へ行けるのはもう ほんと一握りだと言っておりましたね。誰が生き残れるでしょうか。まあ次戦が気になりますね。まあ坂井雄太選手ね、次戦はねちょっとね、もうちょっとね強い選手とやってほしいですよね。もう坂井雄太選手なんかだ、もう2戦目とか、もう関係なしに、もう日本ランカーあたりと、次、組んでほしいですよね。勝てるんじゃないかなとも思いますよ。まあ、アマユースね、世界王者っていうのはね、もうほんとそれぐらいの力を持ってんですよ。はい、ということでね、また続報入り次第、こちらの方で放送していきますので、皆さんで、ね、チャンネル登録、ぜひよろしくお願いします。それでは以上です。ありがとうございました。